平方た市立葛葉中学校は大阪府平方市葛葉は旧二丁目にある公立中学校。平方た市立第三中学校から分離し、1974年に創立した。学校は校区の東端に位置し、学校の東側に大阪府と京都府の府協会が通る。二年生と三年生は英語で少人数授業を実施している。2014年度までは、 平方市立、葛ずの葉南小学校の通学区域の一部も、通学区域に含まれていたが、2015年度以降は、葛ずの葉南小学校の児童は原則として、平方市立葛ず葉西中学校に進学する形に変更となり、登校への進学を希望する場合は個別に、指定校変更の手続きが必要となった。1974年3月15日付、広報ひらた。 第354号によると、敷地から遺跡が発見されて、調査と保存を行ったため工事が遅れ、校舎の建設が4月の開校に間に合わなかった。出展、1978年8月15日付、広報平方、第4 6 5号、くずのは南小学校について、平方市バスケットボール部とテニス部は、男女それぞれ別のクラブとして独立して存在している。 運動部、陸上部、バスケットボール部、テニス部、バレー部、サッカー部、ラグビー部、バドミントン部、卓球部、剣道部、ソフトボール部文化部、吹奏楽部、美術部、クラフト部、コンピューター部。ありがとうございます。